はい、速稼塾の久保です。まあトレンドに乗っていくと FX っていうのは勝ちやすくなるものですけども、そのトレンドをね見つけるのがなかなか難しいんですよね。根っこでトレンドを見つける人が上級者と思えば、まあそこそこ伸びてからね、分かっていくのが中級者、そしてもう伸びきってしまってこれから先トレンドがこのまま維持されるのかどうかわからないという不安のもと乗っていくのが初心者かなと思いますけども、最初はね初心者から始めるといいと思うんですよ。例えばずっとこういうふうに、ね、階段のように右肩上がりになっていくじゃないですか。さすがに 3,4 日連続で続くともうね買い場ってことが分かりますよね。でも分かった時にエントリーする時にはもう他の人がね利益確定して一件落着してもう買いの勢力が上回ってるかもしれないと。だからね初心者の方っては乗ってもすぐに利確しないといけないんで利益幅がちっちゃいんですよね。で上級者の方っていうのはもうね根っこで乗りますからね。根っこで乗ることができるんでいろんな予兆からここで変わるなと思うんで、根っこで乗ることができるから利益幅が長くて、利益幅が長いからこそ次のリスクを積極的に取っていけるから、あどん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 ね儲かっていくと。で一番最初に利確して離脱するのが上級者ですから被害も少ないということになるんですよね。まあ上級者はね最初からそううまくいきませんので、まずは初心者として最後のちょびっと取れることを、その尻尾をねどん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 掴んでいくことを繰り返していって小刻みな利確をすればいいんじゃないかなと思います。さあそれではね、チャートの方を見ていきますけども、チャートどうなってるでしょうか。週足の方から見ていきますんでどうぞ。はい、これが週足ですよね。ずっとお伝えしているようにずっと昔ねここ見てください。そしてこのヒゲ、次はここですよね。またさらにここがあります。で今回はここなんですけども、何が言いたいかっていうと、ここをねビュッと結ぶとこの線に当たると上に上がりますよということをねずっと言ってましたよね。こういうふうに上に上がってきたとね。でここでね V の字になるわけですよ。ここで転換するわけですよ。これもこうですね、鋭い転換ですよね。で今回ぐーっと下がってきてね、申し上げたように当たったでしょ。当たってヒゲを出して陽線が出てるじゃないですか。見えますよね。移動平均線はこのように下に行ったんで、ここを突き破ってずっと下に行くことも考えられるんですよ。でも今までの例からいくとずっと下っていうのはどこもないんですよ。だからここを突き破るとかなり大きく下に、それこそね100円に向かっていくんじゃないかなっていうふうな勢いもあります。ですけど今回は陽線に変わってますよね。ここをねちょっと注目していきたいところです。ここを前提に置きましょう。もしかしたらこれから買いに入るかもしれませんよ。で、全時間軸がね今売りになってるところが確認できるんですよ。売りから買いに転換してるところですね、正確に言うと。これが日足なんですけども、日足はほら操作トップが、これ4時間でまたやりますけどね、操作トップが終わってからそれをきっかけにして一挙にね売りに入ったでしょ。だから売りで取れてるはずなんですよ。私はずっとね買いで取りましょうってことをこの辺りでは言ってたと思います。まあイニシャルに買いです、バイ&バイ&バイとかね言ってましたよね。で一瞬わからないですねってところがありました。これたった1日か2日のことです。その後は今度はずっとね打って変わってセル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 、操作トップだセルセルセルと、操作トップの後は売りが続きやすいからっていうことで引き続き売りの目論みを出していましたね。覚えてます。次です。じゃあ4時間の方見てみますね。4時間、操作トップが、ここがちょっと分かんなかったところですね。操作トップが終わった時ずっとセルですよと、ここがネックラインです、セルですよと、 N を書いてセルですよとね、そういうふうに申し上げてきましたけども、その通りですよね。でここで今大きく陽線に変わりました。これがもう一回週足で見ますよ。週足でいうここですからね。だからこれはね符号するでしょ。これがどのぐらい大きく育つのかはまだ分かりませんけども、おおむねここからまた買い場に入るんじゃないかなと私は思ってますね。じゃあ1時間の方を見てみます。ほら売りトレンドでしょね。この売りトレンドが操作トップを意識すると、この根っこ、この辺りから、あ売りが連発して始まるなと、 N で売り、 N で売りが始まるなってことが分かるんですよね。こういうふうに N で売り、ここも N ですよ、ここも N、ここも N ね、しつこく N、 ここも N、 でここも N で、ここは N になるかなと思ったら、ここは V でね、このネックラインを越えて上の方に行ったわけですよ。上の方に
だからここが転換点ですよね。これが数年前から続いているその週足を見ていただいたら分かるんですけどね、ここで一気に振り返るところ、はい、どうでしたか。こうやって振り返ってみると分かりやすかったと思うんですよ。で、大事なのはこれからどういうふうな形になるかってことをね、テクニカルで過去のデータを見て、過去のチャートの形を見て、これからのチャートの形を予測するわけですよ。私はもう決まってます。もうお分かりですよね。ここから私は V を書いたわけですから、もう N が終わったわけですから、これから買いが入るんですよ。買いが入って買いが入って買いが入って、しつこいぐらい買いになっていくと私は思います。ただこの私の仮説がまたね、明日見たら違う形になってるかもしれませんし、来週に違う形になってるかもしれない。だから毎日積み重ねていかないといけないですし、あ、ついにこのパターンが来たかと、やっぱりこのパターンか、この繰り返しで勝ち続けていくんですよね。で、そのためには下積みが必要です。例えばね、私今 N っていう言葉を使ったり、 V っていうことを使ったりとかね、操作トップって言葉を使ってました。で、全時間軸がっていう言い方もしました。これは私の相場解説ではたびたび出てくるんですよ。ということは、相場っていうのはたびたび同じ形を踏襲してるんですよね。だからそのたびたび出てくるものは覚えていかないと対処できないじゃないですか。だから私は基礎、暗記、人に説明できるレベルでって言ってるんですよ。で、覚え方のモデルとしては私と同じようにやるのがいいと思いますよ。相場解説をしたものを動画で撮っていく、そしてその動画を公開する、その繰り返しです。そうするとね、メリットはたくさんあるんですけども、一つはね、FX が上達していく。自分で見て確認して喋ることによって整理されていくんですよ。そしてこんなこと前も言ったなっていうのがどんどん出てきます。だから覚えるのが早いと。2つ目、他の人の評価が動画をアップロードすると見えるんですよ。最初はめちゃくちゃな評価いただきますよ。で、その評価によって気づくことがかなり多いです。アンチコメントによってですよ。時には上級者が来て、しょうもないことやってんねってバカにされるかもしれません。時には同じような上級者が来て、これはね、こういうふうに考えたらいいんだよってアドバイスを丁寧にしていただくこともあります。こういうふうな出会いが YouTube なんですよ。で、3つ目はですね、 YouTube のコンテンツが勝手に増えていきます。まあ、極端な話、 FX で勝てなくてもこちらの動画アップロードの方で勝っていくことができるんですよ。これについてちょっとまた別の動画でね、解説します。勝ちって何なのかなということで、ということでね、今日も相場解説終わりましたけども、相場のこの解説をね、動画でやっていくと私自身かなりの学びがあります。というのがね、喋ってるうちに、あ、こういうこともあったなっていうふうに自分自身気づかされることがあるんですよ。だからやるたんびに進化するということなんですよね。だから動画を撮らずにね、相場解説をやってるのは非常にもったいないなと思います。で、私も相場解説をやるたんびに動画を撮ってるわけじゃないですよ。でも1日に1本は最低上げるようにしていくと、そこでたくさん気づくこと、そしてカメラが回ってない時にいろいろ気づくこと、そしてカメラの回ってない時に気づくことをカメラが回ってる時にね、ぶつけていくことができます。ものすごく濃い動画ができるんじゃないかなと思ってるんですよ。もちろんね、私他の方の相場解説を見たことがありませんので、人気の相場解説をしている方っていうのがどういうふうにやってるのか分かりません。ただ唯一言えるのが、人気の相場解説やってる方は上級者すぎてほとんどの人がついていけないってことなんですよ。私はね、初心者も初心者、初級者用なんですよ。月収、10万とか20万狙えるところ、一番最初の基礎のところ、そこをやってますんでね。だからここをマスターして次の段階に行くのは大いに OK ですけども、私が言ってることが理解できない、私の言ってるレベルにできないということは、次の段階ではいけないんじゃないかなと思いますね。ということでね、FX の基礎講座、毎日基礎講座ですか、考えてますんで、そちらの方もね、ご期待ください。日々必要な情報を2分3分で積み重ねていって、100日後から利益が取れるような、そんな鍛えるコースを作ってます。それでは今回は以上です。